皆さんこんばんは。VT コンサルティングオフィスのヤカビと申します。よろしくお願いします。一応20分という時間をいただいてますので、少し急ぎ足になりますけれども、まあ、資料として、提出させていただいてます。まず、この、最初に、6つの項目を挙げておりますけれども、この、6つのことについてお話をします。まず、男女の賃金格差の実態というのはもう皆さんご存知のように、このグラフの通りです。で、なぜ男女賃金格差は解消されないのか、ここが一番今日のテーマになると思うんですけれども、まず、家父長制と、まあ、女性のアンペイドワーク、それから性役割分業意識、そして性別職務分離というのが大きな要因になっています。で、今の時代、まあ、女性の活躍とか言われてますけれども、女性の仕事は、まあ、家事労働というの延長という認識で、まあ、社会的評価が非常に低いままであるわけです。そして根強い家父長制、そして女は男の所有物という考え方もまだまだ根強いものがあります。で、職場では補助労働、家庭では家計補助というその位置づけも変わっていません。で、その、まあ、女性の低賃金とか貧困あるいは経済力の弱さというのが、まあ、セクシャルハラスメントや DV や性暴力被害の大きな要因になっているというふうに考えられます。で、それでも女性たちは男女賃金格差について、まあ、怒りの声を上げにくい。なかなかその賃金格差について、きちんと問題提起をするということができない。それはどうしてかというと、やはりその女性の貧困とか労働問題がまだまだこう社会化されていないという状態があると思います。で、女性の、まあ、運動は本当にさまざまな課題を掲げて全国でたくさんの NGO や、まあ、その他たくさんの団体が、それぞれに活動していますけれども、女性の労働運動との距離っていうのがまだ、大きくあると言っていいと思います。で、同一価値労働同一賃金の原則の観点からということで、私は職務評価についてまあ、専門としておりますので、同一価値労働同一賃金原則について今日お話ししますけれども、まずその ILO 国際労働機関の趣旨の中では、同一同等な労働に対する同一報酬、職務は違っても、価値が同等の場合の同一報酬、そして女性の低賃金と生活賃金の向上に取り組むための戦略である。で、賃金体系における差別の撤廃、これが ILO の求める趣旨であります。そして国際公務労連という、まあ、これは日本の自治労も加盟をしていますけれども、2003年から今こそ同一価値労働同一賃金をというキャンペーンを繰り広げているところです。で、男女の賃金格差が根強い理由について国際公務労連は、このように、まあたくさん挙げていますが、例えばですね、2番目のチョボ、女性の能力は習得した能力というよりは女性の自然な特徴であるとみなされていることが多いため過小評価される。女性の自然な特徴であるとみなされているという言い方、ものすごい言い方なんですけれども、 まあ、これは世界的に世界各国どこでも同じ状態が続いていると、まあ、改善はもちろん世界各国ではできているんですけれども、実態は同じようなものがあったということです。で、介護や看護や保育など特に公共部門において女性の仕事と能力が過小評価されている。で、まあ、その職務性別職務分離についてもその大きな賃金格差の要因となっているというふうに国際公務労連も指摘をしております。で、女性職と男性職、でこれは、性別職務分離による 性差別賃金を是正するために女性職と男性職というふうな、まあ、今現在
女性が 70% 以上を占める職種のことを女性職と言いますけれども、その大半は対人サービス業です。そして男性職というのは男性が 70% 以上を占める職種ですけれども、これは基幹労働者と位置づけられたブルーカラーとかあるいはホワイトカラーの男性が、まあ、主にやっている職種なんですけど、この性別職務分離による性差別賃金を是正することが職務評価の目的です。で、感情労働の評価というのが、まあ、最近近年ですね、世界的に注目されて、まあ、イギリスなんかもかなり感情労働について研究されたりしておりますけれども、女性の仕事というのが、まあ、先ほど言いましたように対人サービス業が多いために、対人サービス業というのは、こう生産性をきちんとこう測っていくことができない。しかし人の暮らしに欠かせない仕事、例えば保育や看護や介護、必ずどんな場所でもどんな時代でも必ず人が生きていくために必要な仕事なんですね。でしかしそこには、測ることができない感情労働という負担が非常に大きくのしかかっていて、その感情労働をクリアしなければその仕事は、やっていけないにもかかわらず、それを評価されることがなかったというそういう実態があります。ですので、感情労働の評価というのをやるために職務評価が必要だということになります。で、職務評価の目的と手法は、目的はまあ男女の賃金格差をなくすこと、それからジェンダー、職種、雇用形態問わず全ての労働者を均等に待遇することですが、まあ、手法はこの4大ファクターによって評価をしていきます。で、次のこの表を見ていただきます と、4つの4大ファクターで、まあ、知識、技能、責任、環境、負担というふうに、分けて、その中でまたサブファクターに分けるんですけれども、この例えば知識、技能 39% とか責任 24% とか、こういうそのウェイトのかけ方は職種によって異なってくるということになります。で、まあ、分かりやすいのを見せて、見ていただきますと、これはあの医療介護サービス職の職務評価ファクターと得点なんですけれども、先ほどとウェイトのパーセントは同じなんですが、レベルをつけてそして点数をつけるとこのようになるという、これは研究者と介護サービス職の労働組合とが一緒になって行った職務評価の結果です。で、この職務評価によってこのような結果が出ております。で、看護師と介護職の評価と賃金の表ですね。で、これは、まあ、平均で出していますので、正規男女、ヘルパーは非正規男女というふうになっておりますが、看護師をの職務評価、主要5職務の評価点を、100とします。で、まあ、761点なんですけど、1000点のうち761点、さっきの表を見ますとこれが最高得点が1000点で、各その 39% だったら390点というふうに点数をつけていくんですけれども、これで、合計したものが761点で、介護職員は 767.9 で、看護師と介護職員は正規男女ほとんど同じ、むしろ介護職員の方が少しだけ高いということになってます。で、ヘルパーは 667.9 で、これでも 87.8% あります。しかし年収換算の時給を見ると正規の看護師が2366円、これを100としますと、介護職員の正規男女は 73.5%、
でヘルパーの非正規は 52.5% となります。でこのように職務評価の評価点に見合わない賃金、職務評価の評価点が例えば 80% であれば 80% の賃金に、是正していかなくてはいけないというのが、ILO が、推奨している職務評価の効果なんですね。で次に職務評価の効果っていうのは、まあ、どういうものがあるかといいますと、ジェンダー中立な職務分析評価、今のように評価項目を使って評価をしていくと自分の仕事を客観的に見ることができる。これは自分で自分の仕事を分析しますので客観的に見ることができます。この客観的に見ることで仕事に誇りを持つことができます。で女性は社会的評価が低いために自分の仕事を、まあ、むしろ、低めに低めにっていうふうに評価をしてしまう。しかし客観的に見ることによって自己評価を高めるということ効果があります。それから、他人の仕事も客観的に見える。その中で、みんなの力で仕事を処理する能力というのをつけて、これがワークシェアリングにもつながっていくというふうに考えられます。で次に、男女賃金差別裁判の事例を2つお知らせします。でこれは京ガス事件、私が原告として戦った男女賃金差別裁判ですけれども、ペイクイティを日本で初めて裁判のテーブルに乗せて、そして、判決が、まあ、職種が異なる男女の、職務を、まあ、同一価値労働であるというふうに裁判所が、実質的に認めた、画期的な裁判でした。でこの私この職務価値比較のところを見ていただきたいんですけれども、男性100として原告の私は職務価値は107でした。それに対して賃金比較は100対70ということで、これは同一価値労働同一賃金原則に違反しているということで森意見書が提出されました。でこの森真澄さんの意見書を証拠の筆頭に挙げて勝たせたのが京都地裁の判決です。でこの京ガス事件はペイクイティ運動のスターティングポイントになったと思っています。で次に、男女賃金格差の、まあ、事例ですけれども、消費者金松事件、これは、東京地裁、高裁で最高裁で確定しておりますが、高裁で勝利判決が出ています。でこのグラフを見ていただきますと、この赤が、こちらですね、色付きの方を見ていただきますと、赤が実際の賃金格差で、ブルーが、事務職女性の職務評価点、これは男性を100としたときに、職務評価点はいくらで、賃金格差の男性を100としたときにどれぐらいの賃金であったか。で評価点は例えば一番 A さんは評価点は 110% あるにもかかわらず賃金は 44% ぐらいしかない。これは非常に分かりやすいグラフなんですけども、これをやっぱり裁判所がきちんと取り上げて高裁で勝たせています。で次に、職務評価はまあ国際基準ですので、ILO105 条約で、まあ、決められていますけれども、女性差別撤廃条約でもきちんと謳われていて、そして、まあ、海外ではまあ国内法を整備して、きちんと実践をしています。で EU の戦略は、まあ、男女賃金格差を 15% 以下にするんだということを謳っています。でしかし日本政府は国際機関からもう本当に何度も何度も勧告を受け続けているんですけれども、それを改善していこうとはしておらないということです。で、ちょっと時間がないので、この、カナダの方はカナダのペイクイティ運動の実践というのは最後に時間が余ったら、少しだけ紹介したいと思います。
で日本の、まあ、ペイクイティ運動の現状というのは、まあ、先ほども紹介しましたけれども、医療介護現場、それからスーパーマーケットの各部門で、自治体労働者の、まあ、正規と非正規の職務評価と賃金格差の実態というのが、まあ、一応明るみにされています。しかし、まあ、実際にこの賃金格差を是正したというそういう実績はまだまだどこにもない、まず裁判で争っているぐらいしかないというのが、まあ、実際今現在 の、 その労働組合の力量であるというふうに思います。で厚労省は、企業のためのマニュアルを何度も何度も出していますけれども、これもパート労働法に基づく職務分析職務評価実施マニュアルということで、そもそもそのパート労働法の枠内でしか、測ることができないものをマニュアルとして提示をしています。で2012年には、要素別点数法による職務評価の実施ガイドラインというのを出してますけれども、これも国際基準とは、全然違う評価項目が、例えば人材代替性とか革新性とか、まあ、国際基準に反する内容になっています。それから、別個にですね、政府が非常に力を入れてやっていることが職業能力評価基準の整備ということで、これはもう53業種ですでに、整備されていて、実際に、まあ、職業能力評価制度によって賃金を決定している企業が7割以上いるとあるということになっていますけれども、まあ、これは仕事ではなくて職務の遂行能力、つまり人の評価です。仕事の評価ではなく人の評価ということで、私たちが求める同一価値労働同一賃金原則とは全く異なるものを政府は作っていこうとしているわけです。でまあ、今の課題ですけれども、まあ、労働組合がどれぐらい積極的に取り組めるかっていうことが一番ネックになるというふうに思います。それから、まあ、政府の姿勢ですけれども、ILO とか CEDAW の勧告を重視して、まあ、実行していくことが重要です。それから行政に対する教育、労働局とか労基署とか労働委員会というものの内部の人たちのその教育というのが全く今なされていないので、私たちはここに力を入れていくべきではないかというふうに思っています。で今現在、女性活躍推進法というのが去年できまして、今年の4月1日から、施行されるんですけれども、この中ではですね、4つの必須項目というのが、まあ、301人以上の企業に、行動計画提出が義務付けられているんですが、301人以上ですから中小零細は、まあ、ほとんど関係ないということは、女性の大半はですね、大企業ではなくて中小零細で働いていて、かつ非正規で、かつ有期で、いつでも切られるような、あるいは派遣でしか働けないような状況があるにもかかわらず、その辺は、まあ、なかったことにして、大企業に対してのみ行動計画を出させて、まあ、一応その女性を活躍させるみたいな形をとっているのが今の安倍政権の在り方だというふうに思っています。で、つい最近、まあ、先ほど司会の方もおっしゃいましたけれども、安倍首相がですね、同一労働同一賃金というのを突然言い出して、で、まあ、法制化の動きも出てきています。でしかし、この今現在あるその日本型雇用慣行を変えるということが本当にできるのか。で今現在その正社員は終身雇用制度で年功賃金制度であるわけです。でこれは内部労働市場といいまして、企業内で全てが決まっていく、でかつ男女差別はもう前提となっているわけです。でもそれに対して、まあ、パートや派遣契約という圧倒的多数の非正規労働者たちは外部労働市場ですので、賃金は仕事の質とか量に関係なく
世間相場で決まっていくと。でその中でこういった実態の中で一体何を基準に同一労働とするのか、であるいはその安倍政権が言ってる仕事の熟練度って一体何なのか、あるいは均等対応を具体化するためにどうすればいいのかというようなことを、まあ後で、フリートークの中でまた意見交換できればというふうに思っています。で、まあ、今後の課題としては、まあ、非正規や女性労働者が物言える職場環境の確保と、もう相変わらず何十年も言い続けてきたけれども未だに確立できないその女性の労働権の確立、そして非正規と正規の均等待遇の実現のために国際基準の職務評価を、まあ、実際に職場各職場で実践していくということがとても重要だと思います。そして今現在ある労働三法をですね、全く守られていない労基法なんか、戦後すぐにできているんですよね。でも労基法が労基法なんか守ってたら企業成り立たないと今でも企業の側が言って開き直れる、そういう社会を変えていくためには使用者が労働法を遵守していくこと、そして労働者がそれを十分に活用していけるようなそういうシステム作りが必要だというふうに思っています。以上、時間が来ましたので、終わります。ありがとうございました。